クオリアルチャンネル始まるよー。いや、まずちょっとさ、はい、北海道札幌のハンドメイドマルシェ、はい、2日間ありがとうございました。皆さん来ていただいて、本当ね、たくさん来ていただいて、ちょっとなんか何点かってさ、はい、まずね、はい、僕らの YouTube 発言、はい、北海道は2名しか見てないみたいな。言いましたね、うん、どうせ2名ぐらい来ないんじゃないかなみたいな、はい、チャラ社長に関しては配信してないって言ってましたからね。、はい、あなたはすごいこと言ってますよ。もうね、どんぐらいだろう、この YouTube 見てくれたお客さんだけで50名くらい来たんじゃないですか。いや、もっと来たんじゃないか。もっと来てたと思いますよ。いや、びっくりするほど来ていただいて。はい、ほんと。いや、ほんと、お詫び申し上げます。はい、大変申し訳ございました。いや、そしてありがとうございました。ありがとうございました、ぜひ。でね、あと、びっくりした。今までって、はい、大阪、東京も含めて、はいはいはい、結構大人の方が来てくれたんだよね。そうですね。もちろん子供も来てくれたんだけどさ、はいはいはい、今回、小学生で YouTube 見てる人が圧倒的に多かったんだよ、北海道。圧倒的に多かったですね。ね。超嬉しかったね。で、ほんと、またもう一個詫び。小学生に白眼鏡腹黒いって言われちゃってごめんなさい、ね。意味わからず言ってますってお父さんが言ってましたね。だから、子供二人で、せーの、白眼鏡は腹黒い。可愛いけどなんか申し訳ないみたいなね。いやいや、申し訳ないよ、勝つでしょ。勝っちゃうか。いや、けど本当に可愛かった。あんなに本当小学生来てくれると思わなかったから。いや、ほんとね、だから今後はね、小学生向けにちょっとおしゃべりしていかないと。いや、無理だろ。こんにちは、ひろめかねだよ。一番 NHK の遠い存在だから、ね、本当にダメだね。だからちゃんとね、うちらはもう大人向けに今後も、はい、頑張りたいと思います。黒さを追求していきたいと思います。ということで今回、ね、話全く違うんだけどね、はい、もう大人気だよ。大人気ですよ、これは。うちの社員も大好きで。ああ、もうね、そう、デスクの周りに必ず何かありますから。みんなあるからね。はい、これです。シーカーモコモコポーチ。シーカーモコモコポーチ。クオリアとしては本当久々だね。いや、本当キャラクターもの久しぶりですよね。そう。で、これ、桜のモコモコの刺繍ポーチって形で。はい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 。うちのニッコリの。うん。うちのオリジナルの縫い組みのブランドがあって。はいはいはい、はい。それの、この前、桜ポーチを出したんだよね。うん、純喫茶の。純喫茶のモコモコポーチ。モコポーチ。そう。それもすごく大好評で。ね。これね、思った以上に大きいわけ。みんな思ってるのどれぐらいですか、じゃあ。うん、このもん。あ、そんなもん。そう。いや、ガチャガチャだよ。こんなもんじゃない。確かに、そんなもんですね。こんなもんだよね。想像そんなもんです、ね。だから、まあ、大体、大きくて7センチ。そうですね。いや、5センチぐらいですよ。5センチぐらい。5センチぐらいですよ、それは。これ、まずね、みんな大好きな、チーカはね。はい。チーカこれだね。もうこれで可愛いもん。これカプセルにこの状態で入ってますから。この状態で入ってる。だからそんな思った以上に大きくない。ちっちゃい。ちっちゃいね。これ開けてびっくり。ジューン。でかさわかんないか。ほら、こんな大きいよ。ほら、でかい。でかいよね。ちょうど倍ぐらいでかいですね。携帯のサイズと比較すると分かりやすいからね。ああ、確かにね。こういう感じでね。はい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 。ね、大きいよね。いや、大きい。結構だから収納。何でも入りますよ。今回だから純喫茶の宝ポーチ、はい。これ同じサイズで作ってるんだけど。あ、なるほど。これでポケ玉いっぱい入れてくれたりとか ね。結構使っていただいて多くて。いやいや、これだって使いやすいですもん。そうそうそう。ね、で、商品的にはこれ、分かるかな、立体的になってるんだよね。あ、ボコッとね。そう、こう塩でうまくそのね、チーカーの顔表現して。確かにこれ画像だとあんまり分かんないですけど、相当モコモコしてますね。モコモコして、ほんとぬいぐるみが上についてるような感じ。はい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 。これ後ろから見るとね、ちゃんと、ほら。あ、縫い込まれてますね。縫い込まれてる。思った以上ふわふわだね。ほんとふわふわ。だからタオル生地って感じだね。はい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 。うん、で、チーカーのイメージと同じように、このファスナーの部分を色を変えさせていただいて。はいはいはい。っていう感じで。これ普通に売ってたらね。そうですよ ね、これ本当にお買い得っていうかね、お買い得、うん、すごく可愛いキャラクターの仕様に合ってるような、確かにそうですね、こうなってるかな、可愛い可愛い、で続いてね、ハチワレ、同じようにこれね、可愛いな、そうそうそう、この状態で、この状態で入ってるからさ、この状態でしないとカプセル入んねえんだよ。あ、なるほどね。そうそうそう、これ大変よ、折り込むのね。え、すごいわこれ、こういう感じで、うわ、いいですね。いいでしょう、開封動画ですね。ね、いいね、うん、いいいいいい。で、ちゃんとファスナー、しっかり本当に入る、たくさん。で、続いてウサギ。ウサギね、やっぱ可愛いね。可愛い。なんか、ありがたいね、うちなこの弱小会社がさ、はいはいはい、こういう大コンテンツ、ビッグコンテンツをやらせてもらうって本当にありがたい。弱小会社って言ってるんですか。弱小会社でしょ。それ以外思いつかなかった、ね、ほら、これウサギよ、良くない、ウサギ超合ってる、いいよね、超合ってる、魚に合ってるよ、うん、うん、かわいい、すごいいいわ、これ普通の刺繍より高いんじゃないんでございます。いや、高い高いですよね。刺繍ってね、こういうほら、これが刺繍だからね、あの目のちゃんと編み込んでからふっくらさせるっていう感じでね、うん、いや、ほんとすごいっすね、これ、うん、手作業でやったらね、1日1個ぐらいしかできない、
いや手作業禁止。いや俺多分1年かけても無理。1年かけてこのね無理無理に修行で。そうそう。まあ中国工場内とか今さ本当にあのなミシンがさ50台バーって並んで、もうデータ上で一斉にやる。ああもう人がいないんですね。まあこれ違う やつやってる動画なんだけどさ。はいはいはい、うわっ。やばくない？キモ。マジこれ映画の世界じゃないですか。面白いでしょ、うん、これが大体150台ぐらい。これ50で50で50で、これ一斉に作ってる。一斉にできるデータ上で。すごい。だからミスはない。なるほど。そうそうそう。だから本当工場も進化してるよね。すごいですね。これ手作業でやったらやばいでしょ。テンションになる、はい、で続いてね、これがモモンガかな。モモンガ。モモンガはねこれほら、パーポー。あ、パーポーですね。いいね、色が。かわいい。モモンガっぽい感じのね、いいイメージだよね。色がいいんだよ、またね。そうですね。そう、うん、かわいい。で、最後が栗まんじゅう。うわー、これほんと大きいね。これほんと大きい。栗まんじゅうもこんな感じ。かわいい。ちゃんとキャラクターに合った仕様になってるね。はいはいはい、はい、うん。これまじ、携帯のね、充電周りとか入れたらすっげーいい。いい。だからガチャガチャだから、はい、コインも入れてほしいよね。100円玉。いやそうでしょ、だから500円玉使えるとこもあるけど、 で、ね、できれば100円玉だよね。そうですね、100円玉いっぱい、ね、これ相当入りますよ。結構入るだろうね。5万ぐらい入るかもね、うん、ということで今回ね、はい、5月発売か。うん、うん、5月発売です。全5種400円でなんとちいかわをこれがやっちゃうっていう。こんなありがたい話。めっちゃポッシュしますね。いやこんなね弱小会社がシーカーをやらせていただくって思ってね。ただ本当にしっかり使わせていただいたんで、はい、YouTube クオリア見てない方もね、はい、まあ、クオリアでどんな会社かって多分違う YouTube 見れば分かると思うので、そうですね、ぜひ他の、ねはい、コンテンツを見ていただければと思います。弱小会社なのでよろしくお願いします。ということで今回ね紹介させてもらったチーカーはモコモコポッシュでした。ありがとうございました。よろしく。